まもなく第12戦日本グランプリレッドシグナル点灯。さあ消えてスタート、鎌田もいいスタート、ジョン・ホッキンスもいいスタートだ。そしてからビアッチもいい、一斉に24台の MotoGP クラスマシンなだれ込んでいきますが、いきなり点灯。ホッキンスとカジロシと、どうだこれは、絡みが鎌田か、ビアッチか、後ろはビアッチです。ビアッチだ。ちょっと巻き込まれた感じですが、ホプキンスもいきなり転倒。そしてまだこれは5台ぐらいいますか、立ち上がれないライダーも1人います。5、6台マルチクラッシュ。あ、ケニー・ロバーツだ。ケニー・ロバーツ、マックス・ビアッチ、さらに他にもコリエドバーズもいましたね。あ、マックス・ビアッチのマシンがいます。それからこれはいや、ホプキンスですね、やっぱりですから鈴木勢は2台ともに、はい、カピロッシュ。あ、そして今カピロッシュがちょっと今ストレッチャーに横たわっていますが、そうです、ケニー・ロバーツ、カピロッシュ、ニッキー・ヘイデンも、ヘイデンもだ。2台が接触して、ホッキー選手が誰かと接触してますよね。この角度ですとちょっと、外にやはり 4,5 台カメラを通過していっています。あ、カピロッシ選手ですね。カピロッシがホッキー選手と接触して、そしてビアッチ、ケニー・ロバーツ。今近くでも出ましたが、ホプキンス、そうです、ホプキンスと2列目、はい、3列目で 5人のライダーで6人ですね。ケニー・ロバーツ、ベイリス、ホプキンス、ビアッチ、カピロッシ、ニッキー・ヘイデン、6人のライダーがオープニングラップで姿を消しましたが、レースは進行しています。まだメランドリー選手ですね。いや、しかしちょっとそのレースを離れた6人のライダーの方も心配ですが、ここは中野選手と阿部選手ですね。ここがですから3、4、5、6、7位までの集団となります。いや、もう先ほどからそのトップのロッシ選手と玉田選手ですね。玉田選手も積極的に狙ってますよ。あと90度コーナーの進入、ノリックが前に、しかしかなりブレーキングが無理してる感じ。 S 字のあたりで阿部選手が前に出てたんですけどもね、今のストレート見ると川崎の ZXRR ですね、はい、ストレートかなり伸びてますよね。そうですか。おっと、いった、さあダウンヒルのブレーキング、右90度コーナー進入。さあ玉田がトップに立ちました。いや、待つってことはしませんでしたね。しませんでしたね。行けるなら行くって感じですよ。6周目の90度コーナー、玉田がトップに立ちました。さあこれで小畑が大いに振られたが、ホームストレートに戻ってきた日本、玉田のこと。いや、力が入る。7周目に入っていく、バレンティーノ・ロッシがそれを追う展開です。浮川選手だ。あ、このレースワイルドカード、いわゆるスポット参戦で出てきました浮川ですが、転倒です。浮川は前の周回までは9位を走っていましたが、これは3コーナーですね。マシンがサンドトラップに横倒しになりました。あ、そしてノリックが首を振った。マシントラブルか。3位争いをしていた阿部がこれでレースから離れてしまうのか。今のは V 字コーナーの立ち上がり、ヘアピンの立ち上がりぐらいですか、スローダウンしたのは。そうですね、4位を走っていただけに悔やまれる。これはちょっと悔しい。これでしかし日本、中野が4位に上がってきます。そしてジベルナーが5位というふうに後続の順位は1つずつ繰り上がっていきます。阿部則文がピットガレージにマシンを入れて、これでリタイアです。表彰台も見えていただけに、これは違うね。ベイリスが、さあベイリスが、ベイリス6位に上がってきます。ヤマハ YZR-M1 のチェカーを、しかし立ち上がり加速ではどうか。ロデオドライブのような感じですが、そして後方ではチェカが順位を下げています。チェカが今の1コーナーの進入でホンダのアレックス・バロスにもインから抜かれていきました。ベイリスが6位、バロスが7位に上がって、カルロス・チェカが8位に順位を落ちています。さあ玉田が逃げます。今シーズンはブラジルグランプリでの優勝というのがすでにあります。一方こちらは日本のウイヨウイチです。ワイルドカード参戦でハリス WCM からこのレース走っています。まあ、生涯初めての4ストロークマシンで、はい、しかもそのトップカテゴリーにいきなり抜擢されたってことで、ね、本人かなりこう嬉しい反面、こう不安なところも隠して表してましたけども、まあ、でも最後まで、ね、やっぱり走り切っていい経験を積んでもらいたいところですね。これまで GP は128戦走っていますが、それは全て 125cc クラスでのエントリーでした。さあダウンヒル、一気に中野が前に出る。3位しかし
鋭いぞ。メラントリが、いけるメラントリが膨らんで体が下に上がりました。ライムグリーンの小旗が揺れます。メインスタンド中野がついに3位に上がった。いやー行きますよ中野選手。19周目の90度中野が3位に上がってきた。さあこれ川崎勢にしては MotoGP クラス初めての表彰台圏内に入ってきました。これはあとベイリスか。ベイリスだ。ベイリス転倒。5位を走っていたベイリスが転倒しました。残りはあと5周。ベイリス転倒。レースを離れます。浜田が残り4周に入りました。21周目。そしてグロッシとの差は4秒0、4秒079。はい、浜田のプロジェクトリーダーの中島さんにお話聞きましたね。やはり気温が上がってしまったのが厳しくなっている原因じゃないかと。そうですか。とにかくこのラップタイムを最後までキープしてほしいという話です。このラップタイムということはもう1分49秒台の半ばということになりますが、日本の玉田誠、ロッシに対するリードを4秒0と広げて、そこから15秒後には日本中野慎也がいます。メランドリとのラップタイムペースを見ると1秒ほどメランドリの方が遅い。ですから3位争いも中野がメランドに対して開いているということになります。さあそして日本の玉田誠がファイナルラップに入りました。前回のポルトガルと続いてポールポジションからスタートをして、もう残る距離あと4キロ余りになっています。日本の玉田、今シーズン MotoGP クラスの初優勝がありました。そしてこの日本で開催されている最高峰のクラスで優勝ということになりますと、2000年のあの鈴鹿で阿部典史が勝っていますが、それ以来この日本の最高峰のこのクラスで勝ったというライダーは出ていません。しかしもうその日本地元グランプリでの日本人ライダーのトップカテゴリー優勝に向けて、しかもこのままいくとポール2ウィンですからね。そうですね。玉田が強さを発揮しています。 S 字の区間に入ってきた。追いかけるロシアも5秒6ほど後ろ。この角度からもなかなか見えてきません。タイムだけで言えばもう安全圏内なんですけどね。あとは玉田選手最後まで集中してミスなくチェッカーをくぐり抜けてくださいって感じですね。そうですね。そして今ちょうど V 字コーナーを立ち上がってきた青いマシンのバレンティーノ・ロッシ。玉田はもうヘアピンに入ってきます。ヘアピンをじっくりと立ち上がってもう無理することはありません。軽い動きを動かしながら大勢のファンが見つめる中、玉田誠が最後のダウンヒル90度コーナーに入ってきます。ラストラップ。さあ日本の玉田、もう残りはもうほとんどありません。さあ最終コーナー、大観衆が迎える大拍手。玉田が右のコーナー、ビクトリーコーナー、勝者のコーナーを抜けて後ろにアロッシの姿がない。高々とフロントを持ち上げてウィリーで地元日本グランプリ玉田誠優勝。見事今シーズンの2勝目、ホール2ウィン。そしてバレンティーノ・ロッシ、ポイントランキングリーダーは2位でチェッカー。そして日本の中野慎也、見事3位。おめでとう中野表彰台。川崎 ZXRR、 見事日本地元のグランプリで表彰台をつかみました。日本人ライダー2人が表彰台に上がります。すごかった。非常に力が入った。両手で大きくガッツポーズ、玉田誠。思わず抱き合うチームクルー。王者バレンティーノ・ロッシを6秒以上離しての今シーズン2勝目。さらに中野も表彰台3位に入ってきました。ファンが駆け寄って日の丸を手渡しました。玉田、日本のこのホームグランプリ、茂木の日本グランプリで見事に優勝を果たしました。Stars are the moon that's up in the sky.
sky shining for you and I because you're mine tonight the stars are